はい、どうも、ラグナロクの英雄と申します。今回もキュララ実況頑張っていきましょうということなんですが、今回は、ちょっと待ってください。トロフィーがね、ちょっと、低いんですが、ここはちょっと、動画を上げないといけないということで、ご了承ください。今回はですね、クエストをやっていきたいと思います。っていう話のね、始まるから、もうね、動画を撮影しております、一回。一回撮影したんですけれども、ギリギリね、もう、あれですよ。今回ですね、ちょっと、ネタ的要素を、結構ふんだんに入れてね、めちゃくちゃふざけながら、しかも、死闘を繰り広げて、全部勝つというね、前代未聞の至高の動画ができていたんですけれども、ちょっとギリギリね、まあ、容量が収まりきらず、本当にね、もう動画を終了ありがとうございましたって言ったその瞬間ぐらいで、容量が大きかったため保存できませんでした的なことが出たんですよね。Google サービスを終了しますって出たんですよ。いや、本当にショックでしたね。で、1時間ぐらいちょっといろいろ頑張ったんですけど、まあ無理だったんで、ちょっと再現していきたいと思います。でですね、もうクエストクリアしちゃったんで、ここにはないんですけれども、ちょっとここにある体で、まずは、ナイトとボンバーを使って、使ってバトルで3回勝利するというクエストと、ガーゴイルとガーゴイルの群れを使ってバトルで3回勝利するということでですね、こちらのクエストをね、ボンバと、ナイトというのがこれで、ボンバーとナイトというのがこれで、ガーゴイルとガーゴイルの群れがこういうのなんですけど、ガーゴイルとね、違いますね。ボンバーとナイト。そしてガーゴイルとガーゴイルの未来。こちらのクエストをですね、一気に消化できないかということで、今回作ったのが、こちらのデッキです。はい、こちらのデッキ。今さっき見せましたけれども、今回はこちらのデッキでね、戦っていきたいと思います。ちょっと、さっき試したとき、ここアイスウィザードだったんですけど、ちょっと、インフェルノドラゴンにね、対応できなかったんです。ちょっと対応しにくいということで。インフェルノドラゴンの後ろにね、ウィザードが付けられたりすると、ちょっと難しくなるので、エレクトルウィザード使ってやっていきたいと思います。まあ、エレクトルウィザードのもね、ウィザードにはちょっと弱いっちゃ弱いんですけど、まあ、インフェルノドラゴンに対応してくれるということで、これを使ってやっていきたいと思います。さあ、まずはガーゴイルの群れで対応して。難しいんですよね、このデッキ。そうですね、ガーゴイルとガーゴイルの群れが全然使い慣れてないんで、結構難しいんですけど、さあ、ここアーチェリーをね、アーチェリーじゃないですね、プリンセスを うまいこと、処理していきたいんですが、おっと、これはまずい。さあ、これガーゴイルの群れだったんだ。ガーゴイルだと思って出してましたね。ガーゴイルの群れで、ちょっとずつ削っていきますと。さあ、ボンバーは、左の方が削れてたので左に出していきますねっていうところで、ちょうどね、ゴブリンバレルが来て完璧ですね、これ。しかもスパーキー、このロケットが来たのに出す。おっと、ロケットが
ート。これはやりますね。これは素晴らしい。結構来ますね、これ。さあ、しかし、頑張ってくれ、ガーゴイル。頑張って耐えろ。よし、OK。さあ、ここいい感じじゃないか。いい感じで入っていく。さあ、いけ、最後。最後。ほぼ取ってましたね。もう一発いってたら。さあ、ここ。ちょっとナイトは危ないか。さあ、頑張って耐えろ。よし、いいぞ。いい感じ。さあ、左捨てて、もういけ。いけ。よっしゃ、オッケー。さあ、左を捨てて、相手の城をね、落としていきました。もう左捨てていきましょう。さあ、スパイク出して。さあ、ここでメガナイト重ねてね、完璧な、ガーダルを作っていきたい。もう、最高っすね、これ。最高っすね。すぐにユニット、おー、やばい、太陽が触れた。やばい、間に合い。よし、OK。スパーティーで倒して。さあ、行け、どんどん行け。よし、スパーティー入れ。よっしゃ、入った。さあ、行け。さあ、スパーティー。たっぷりよ、これ。プリンス刺してスパーティーもちゃんとちょっと残るんですね。体力いいっすね。さあ、エレクトロウィザード出してガーゴイル対応して、さあ、なんとか、お、いい感じ、いけ、もう取れる、いけ、よっしゃ、グッドゲームだ。しっかり煽っていきましょう。さあ、それだ。次の試合。さあ、これでね、クエスト、ボンバーと、ガーゴイルの方、一つずつね、一ずつ溜まりました。あと2回、勝利すれば、無事ね、ウルトラレアキング宝箱に、こちらの経験値的なものがね、20ずつ溜まります。はい、それでは次の試合やっていきましょう。ギリギリでしたね、さっきの試合は。さあ、ここは、まあ、とりあえずボンバーでいきましょう。さあ、沈黙が続いておりますが、ここで一気にね、形を固めて、って言って、お、ボンバー、もう一発入ればね、よかったんですが。いやー、これちょっとカウンターがまずいですね。ちょっとカウンターやばいですね。さあ、どうするか。OK。いいよ。いいよ。OK。いや、たまんない、これ。ほんとに。危ねえ。なんとか耐えました。危ねえ、もう少し遅かったらちょっとやばかったですね。さあ、ここはスパーキーで、スパーキーをね、しっかり溜めて、おっと、ここはエレクトロウィザード。OK。まぁ、ちょっとダメージ入りましたが、OK です。ここでね、ちゃんとプリンセスにバーッとボンバー来たが、さあ、スパーキー倒していいんじゃない。お、いいね、いいよ、いいんじゃない。オッケー、さあ、固めていきましょう、一応。
プリンセスを生かすことが結構大事ですからね。オッケーオッケーオッケー、プリンセスナイス、倒していく。さあここでしっかり対応して、オッケー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 、耐えろ耐えろ耐えろ、オッケー耐えろ耐えろ耐えろ、たまんないよこれ、危ねえよ本当に、やばいやばいやばい、いけ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 、これ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 、いけ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 、これこれ、もうゴールしかない、これしかない、これ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 、いけいけ、さあしっかりと勝っていって、いやこれ結構いい感じじゃないですか、もうこれでもう結構いい感じで来てますよね、こうギリギリで死闘で勝っていいっすね。さあ3回目やっていきましょう。ここでね、最後勝って終わり、勝ってクエストもクリアして、もう完璧に終わりたいと思います。でね、調子乗ってると、危ないんで、しっかり気を引き締めていきたいと思います。プリンセス出して、ボンバー、おっと、え、今すごくないですか、なんかこう一瞬向かってこようとしたんですよ。お、いいっすね、俺がちょうどインフェルノドラゴンが出てくる前に、出てくると出てくるのかを、出てくるのを予測していたかのように、インフェル、エレクトロウィザード出してきましたね。しかし相手もメガナイトを出してくると、さあなんとか対応してくれ、対応してくれ、危ねえ、ほんと今の結構危なかったっすね。あ、相手は荒ぶってたんですね、今このリペレでちょっと知りました。え、これは知らんかったと思います。はい、さあさあ、いけ、さあ、しっかりここ、ユウの対応して、オッケーオッケーオッケー。あー、ここはやられた。エレクトロウィザード出すべきでしたね。いやー、やられた。やられましたね。やりますね。これは本当にやりますね。いや、このネタがちょっとね、やめてほしいっていう方は、ちょっとね、コメントをお願いします。僕的にはね、モノマネの中でも結構似てる方かなと思うので、続けていきたい部分があるんですけど、はい。やめてほしいということでしたら、やめます。はい、さあ、ここしっかり対応して、オッケー、すかさずスパーキー。さあここで、さあプリンセスも引いていく、さあこれいけるんじゃないか、ゴロゴロゴロ、いけ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 、よし、いいぞいいぞいいぞ、いけ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 、よし、どん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 攻めろ、どんどん攻めろ、いけ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 、あー、もう一気にやられましたね。さあここしっかり対応して、もうだいぶ勝ってるんで、まあここで終了か、いや間に合わないのか、いやここで終わってしまう、いけまだ、お、あ、延長があったんですね、ちょっと延長があることを、完全に忘れておりました。さあなんとか、いやもうこれはゴールしかない、ゴールゴールゴール、行くんだ、いけ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 、もうゴロしかない、ゴロ、ほんとゴロ、怒っちゃえ、いけ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 、ゴロ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 、もうなんとかいけ、なんとか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 、あー、無理か、無理か、え、ちょっとやばいですね。さあ、なんとか守って、いけ、ほら、最後。
最後、行くしかない。もう行くしかない。行け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 行くんだ行くんだ行け。よっしゃ。やりました皆さん、ということでクエストをね、無事クリアして、報酬をいただきやす、まあ、クラウン宝箱も、開いて、ゴールドね、もう1000近いんですよね。ビリビリ帝国とかレジェンドアリーナになるともう毎回ゴールド1000っていうのはありがたいですね。はい、クエストもねこうしっかり、クリアしてもうすごくないですか。もうネタとか入れてめっちゃふざけながら、今回新キャラで、めちゃくちゃふざけながら、しっかりとね、死闘を繰り広げて勝っていくっていう、すごいと思いますね。ジガジさんはやめといて、はい。今回はこの辺で、っていうね、こういう感じの、今現実世界に戻ってきてきました。ちょっと視聴者さん、もう多分現実にずっといましたね。はい。申し訳ありません。はい。なんですけども、はい。これを、ちょっとリプレイだったからあんま伝わってないと思うんですけど、これをですね、実際のプレイ中にやっていたんです。本当はね、もっとこう、テンションが上がって、ネタも多く入ってたんですけど、そうですね、一度言ったことってなかなかこう、もう一回思い出して言うのって難しいんですよね。でも本当に、いつも人と話すみたいにこう、ノリで楽しくやってるんで、いちいち覚えてないんですよ。なんでこう、できるだけ思い出せる限りでやったんですけど、あんまりちょっと自分的には、再現できてなくて残念ですね。本当にね、さっきの動画は本当に完璧でした。もう本当にネタもたくさん入って、もう、実況して、で、なおかつもう、全部の試合に勝って、クエストをクリアして、これね、報酬いただいて、もう本当にね、完璧だったんで、もう多分タイトルがもうこれだけは見てほしいとか、あとはもうツイッターの方は多分、もう固定プロフィールですね。多分、5年以上多分プロフィール欄になってた。全然売れてないですね、それだったら。まあ、ずっとね、長いこと多分プロフィール欄に固定ツイートとして、プロフィールじゃねえわ。固定ツイートで貼られるぐらいのね、面白さだったんですけど。いや、本当に悔しい。もう、ライブだったら、ライブ実況だったらこんなことないんで、本当はライブ実況したいですね。なんか、いろいろ教えてください。ライブ実況の仕方とか。はい。教えていただけると、ああ、この空き容量低下が出始めたんですよ。最後の試合中に。いや、本当に悔しかった。いやー、もうこれ出始めたんで急いでたんですけど、急いでもなん、いやー、間に合わなかった。いやー、本当に悔しい。いやー、はい。いやーしか出てないですね。はい。いやー、本当に悔しい。いや、もう最高の動画としてね、高評価、チャンネル登録絶対していただける動画だったんですけど、ちょっと微妙な動画になってしまいましたね、今日、これで。はい、本当に。いやー、本当に悔しい。いやー、本当、視聴者さんうざいと思うんですけど、いやー、本当に悔しい。いやー、ごめんなさい、本当に。こういうのは動画中にやるもんじゃないんですけど、本当に。いやー、本当に一番クラロワ実況人、クラロワ実況の、クラロワ実況の歴史で一番多分面白い動画だったと思います。いやー、本当に悔しいですね。はい。いやー、泣きそうな声になってますけど。はい。別に泣くことまではないです。気持ち切り替えてね、本当に明日から全然変わるんで、高評価チャンネル登録本当にお願いします。もうそれがあるかどうかで、全然変わるんで。明日からの実況が。本当にお願いします。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。
ご視聴、あ、間違えた、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。そしてこの動画の感想やアドバイス、他にやってほしいゲームなどありましたら、ぜひ気軽にコメント欄に書いてください。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。